永吉選手とね、雑草魂ということで、なんか意気投合したというようなことも聞きましたけど。そうですね。まあ、出ない期間長くて最後にチャンスもらった部分があったんで、なんていうんですか。やっぱ出ない選手の思いとかもあったし、特に去年は、出よう、自分が出てようが出てまいが、もう上がるしかないっていう状況だったんで、まあ、そういうね、必死さは。でまあ、今 J1 で戦ってますけどどうですか J1、まあ、レベルももちろん高いですし、まあ、雰囲気もいいしグラウンドもいいし、まあ、いい環境でやれてるのはすごく幸せなことだと、まあ、感じてるし、やっぱこういう舞台でずっとやれるようにね、ここから這い上がっていくしかないなと思ってます。手応えはまあ、やれないことは全然ないと思いますけど、いい分やれてる部分もいっぱい出てきてるし、その試合を通して成長できてる部分もあるかなとは思ってるんですけど。そうですね、7、え、今7で残り21試合だっけ、なんでまあ30オーバーか35か、だから、まあ、まあそこの、なんていうんですか、まあ、ボーダーラインっていうのもありますけど、それはまあ年によって違うんで、その中でやっぱプレッシャーがかかってくる試合も増えてきますし、絶対勝たなきゃいけない、もしくは負けちゃいけない試合っていうのは出てくると思うんで、やっぱそこのプレッシャーに勝てるような準備をやっぱしていかないとダメだと思いますし、まあ最高なのは早めにそのボーダーラインであったり、その降格争いから抜け出すことはもちろんベストだと思いますけど、まあだからとにかく全体を通してというよりも一試合一試合がすごく大事になってくるかなと。キーパーっていつからずっと？キーパーは小6ぐらいですね。それまでは？は普通にディフェンスとかボランチっていう、まあ、後ろ目ですけど、うん、キーパーに移った理由、きっかけは、その時小5までやってたキーパーちっちゃかったんで、だんだんやっぱあれじゃないですか、そうサイズ的なところも、まあ、ある程度大きい方だったんで、なんかちょっとした大会でちょっとやってみたら意外と結構良くて、 PK とか止めちゃったりして、そっから願掛けは何かあるんですか？願掛けって大きなことはないですね。ピッチに左足から入るとか。いや、ピッチエンジン組んだらポストさん触るぐらいですかね。バーンってバーンって。あれは、ね、よろしくお願いしますよみたいな感じですか？いや、わかんないですよくわかんないです。でも毎試合するんですか？毎試合してますね。まあちょっと深呼吸的な感じもあるかもしれない。この中断期間、かなりいい練習で次につながりそうで。そうですね、まだ3日しか経ってないですけど、体はバキバキなんで、まあ一回り大きくなって、まあ他のチームよりね、伸び幅をグッとこうみんなレベルアップして巻き返せるようにしたいですね。